日本徳島県徳島市宝町宝町は徳島県徳島市の町名。2012年11月現在の徳島市の調査による人口は1251人、世帯数は448世帯。郵便番号は郵便番号771-4264。徳島市の南部に位置し、高両地区に属している。北は渋野町、竹六町、西は畑町、東は メシ、谷町、小松島下浦町、南は、勝浦郡勝浦町と接する。勝浦川、旗川に沿って開かれた農村地帯である。南北にある山の斜面では、みかんが栽培され、平地部では米作、いちごなどのハウス栽培が行われている。平地部の東は、勝浦川を挟み、小松島市と接し、潜水橋の野上橋で結ばれる。自社には、 山形彦神社、尿遺林寺、大田組寺などがある。中でも尿遺林寺は有名で、国十分の木造尿遺林、観音座像を所蔵。宝町、畑町と勝浦郡勝浦町との境を頂上とする中津本山は、標高が773メートルで、小松島市の日峰山、阿南市の津の峰山とともに、阿波三方の一つである。金谷の伝統行事であるたたら温度が、 昭和58年に54年ぶりに復活した。昭和27年により、現在の町名となる。昭和28年に、高両中学校が勝浦内中学校と統合して、南部中学校として、勝浦町に創立した。昭和39年、中津本山が上六寺や旗子滝とともに、 東山県県立自然公園に指定された、徳島市宮井小学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。